今日は念願の私の大好きな山に行くということで、はい、このバス停、平山のバス停がスタートです。松尾記者が目指すのは長崎市の最高峰八郎岳。市の南部の半島に位置する標高590メートルの山です。まあ、そこにお地蔵さんがいらっしゃるんですけど、まあ、そこの脇のところ、まずは登山口を目指します。もちろん初めてだよね。わ、初めてですね。ちょっとワクワクしてます。登山口は歩いてすぐのところにあります。こういう印を見逃さないことですよね。登山口ってなかなか間違いやすい、迷いやすいんですよね。意外と時間かかるのが登山口どこかっていう。登山口からはすぐに山道に入ります。同行するのは横山翔カメラマン。静岡県出身で1年前長崎にやってきました。静岡もでも結構いい山ありますよね。そうですね、たくさんやっぱりあって、一番がやっぱり富士山。富士山ね、結構登りました。もう毎年高校生からも毎年登ってますね。山頂まではおよそ1時間半の急登。赤いテープを目印にひたすら登ります。太りすぎだねこう見えても松尾記者は登山歴40年です。大学生時代から日本アルプスなど全国にある数々の名山を登ってきました。本州の富士山や槍ヶ岳、穂高をはじめ、北海道の十勝岳、九州では屋久島の宮之浦岳など日本百名山もその7割を登っています。もう汗びっしょり。僕もやばいですね体の老廃物が全て抜けていくようで、はい、気持ちはいいですよね。登っていくと柵が設置してある場所があります。これはこの辺野生の鹿がいるんですよ。里の方に鹿が降りていって、まあ、食害とかを与えないように柵が設置してあると。なるほど。鹿とかね、見れるといいけどね。結構見たことは結構あります。行くとね、大概見れるんだけどね、はい、着いたのは竿の浦へ続く分岐。ガイドブックで位置を確認しながら休憩しました。中間点を過ぎると木の根元にたくさんの小さい穴が。セミって穴掘るんですか。セミの幼虫。幼虫って地面に。そうよ抜け殻あります。ある。だから子供の時とかは木の根っことかに手を突っ込んで、そうするとセミがこうついてくるんですよ、こういう風に。はいはいはいだからこう引っ張ってやったり。山頂まではもう少し、あと300メートルです。山頂のすぐ下にある神社でお参りして頂きに向かいます。今ちょうどですか。左見て。おおこれはすごい標高590メートルの八郎岳。山頂からは長崎の市街地や硫黄島、軍艦島など南の島々が一望できます。奥が硫黄島ですよね。で、あれが高島、ちょっと大きい、はい、軍艦島はあれかな、あの2つ並んでる方の
左が軍艦島。眼下には三菱重工長崎造船所の高野木工場が見渡せます。市街地の方向には女神大橋、建物が箱庭のように小さく並んでいます。標高333メートルの稲佐山は八郎岳のおよそ半分の高さ。上から見下ろすとその山並みはまるで丘のようです。これ見せたかったんですよね。いや、想像以上でした。想像以上だったでしょ、はい、山頂では別のルートから登ってきた家族に出会いました。言い出しっぺは誰なんですか、ここ登ろうって言ったの。この人。え、この人どうして登ろうと思ったの。うわ、めっちゃ恥ずかしがってる。爽快ね。景色なんかこう見れたりとか、喋りながら、はい、家族で、はい、家族でね、はい、向こうの方見えてたんですけどね、うん、天草とか、天草とかね。山頂からの美しい風景を満喫した松尾記者。でも山の楽しみは風景だけではありません。自然に抱かれたこの山には野生の鹿も暮らしています。果たして見つけることができるのか。松尾記者は再び歩き出します。